トンキュー株式会社は、茨城県つくば市に本社を置くレストラン、運営会社である。茨城県、千葉県、埼玉県に店舗を展開している。運営するレストランの種類は、トンカツ料理店のトン、キュー、焼肉料理店の炭火焼肉赤牛、イタリア料理店のアルゾーニイタリアがある。2020年9月現在、計15店舗を展開している。 創業者のヤ田部武久は、商社を立ち上げるも3000万円の借金を抱えてしまい、その返済のためにトンーを立ち上げた。ヤ田部の実家は、西安店でトンカツ作りの経験はなく、横浜市で3ヶ月の修行の後、当時発展途上であった筑波研究学園都市を出店先に選択した。開店当初は、ヤ田部とイギリス人の妻の二人で切り盛りし、事業が、 軌道に乗るまで5年を要した。つくば本店大和豚ロースかつ定食提供する、豚肉はすべて日本国内産で、ブランド豚の山と豚、赤木豚も扱う。大和豚は開業当初から使用しており、創業者のやたべは、自分には安い素材からうまい料理を作れないので素材でカバーした、と語っている。とんかつの厚みは約3センチメートルあり、 肉を柔らかくするために油で揚げた後で余熱で仕上げる。とんかつの定食はご飯と味噌汁をそれぞれ2種類から選択することができ、ご飯キャベツ3種の漬物はおかわり自由である。キャベツ用のドレッシングは自家製で味噌汁、キャベツ、漬物は店舗ごとに違いがあり、漬物は各店で漬ける。とんかつ以外に季節限定メニューとしてホタテ、アジ、 歯も、かき、ぶりなどを提供する。客層は、サラリーマン、ママとも、高齢者など幅広く、1ヶ月に何度も通う、常連客も多い。接客方法は、特にマニュアル化しておらず、従業員が、自主的に客に声をかけている。つくば本店は、トリップアドバイザーのつくば市のレストランランキングで、第1位になったことがある。焼肉は買うしつくば本店とんきゅうに関するカテゴリー、 焼肉赤牛に関するカテゴリー、ありがとうございます。